難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方にはなんか反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。で、この先どうするよ。茜さんを探す当ては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ、俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアっていうと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。
そう言うな。前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。ああ、言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな、俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。踊ってくださる？喜んで！Tag in! Huh? Yeah! Ah!
鍵が。私の出番ね。So
オーローハThanks very much.行くぜ。ファイヤー。
よし、覚悟。この調子で勝ってくれましょ。吸収が早いですね。俺もまだ若いね。また強くなっちまった。Thank you very much. Aloha! Thank you very much. Ikeru ja. What you looking at?
さあ、行きますか。私の出番ね。覚悟。私の出番ね。腰抜き野郎が。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。誰もぶちかます。関係で。Let's go。受けてみな。行くぜ行くぜ。もらった。よし。締めに行くよ。おおよ。踊ってくださる？喜んで。
真骨頂や。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったな。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。アロハ。Thank you. の出番ね。俺の番だな。そう、よ
もらった。なあ、アカネさんはラニを連れ出した後、ナイトスクエアで目撃されたんだよな。ウォン等の情報によればそうだ。アカネさんはナイトスクエアに何か用事があったのか。どうだろうな、単に通り過ぎただけってことかもしれねえし。まあそうだよな。奴らだ。こんなんじゃアカネさんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしかい。しゃあねえ、やるしかねえか。戦闘準備完了。よし、ビビってんのか。
私の出番ね。覚悟。せいっ。せいっ。おーや。ガンガン行くぜ。ほら来いよ。Do your work。うそ。ガツンと行くぜ。行くぜ。さあ食らえ。行くか。黙らせてやる。ダッカー。おし。いつでもいい。もらった。よし。はあ。私の出番ね。この調子でさっさと行きましょう。また成長した。吸収が早いのよね。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな俺に残りの力貸してくれるか。何くちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。ぶっ殺してやるよ。準備はできてるぜ。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。行くぜみんな。俺たちの絆見せてやるよ。全力で行くよ。ちびるんじゃねえぞ。はい、ありがとよ。ぶちかます。やんのか。ほらよ。ありがとよ。調子がいいぜ。もらった。放電準備しっけな。あれ調子が出てきたな。ずりゃ。任せといて。覚悟。やっ、せい。ガンガン行くぜ。相手して頭かけろ。ちょっと行くぜ。行くぜ。行くぜ行くぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで行くよ。全力で行くよ。はあ。おーや。攻める気だ。やんのべ。何？来ない。ぶっ殺してやる。ほれ。ありがとう。ぶちかま。
受けてみな。行くぜ。調子がいいぜ。また成長しちゃった。俺もまだ若いね。これが俺の真骨。よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もほろろだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとラニはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。おい、ありがとうよ。おう、ありがとうよ。なあ、お、ありがとうよ。足が軽いぜ。またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお、踊れら。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。はよ出てかんとぶち殺す。あいつ
単価切るのだけは声でかくていいよな。病出て行けっつっただろう。キリュウはどうした。まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。カモン。もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っちゃいますわ。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。さあ行きますか。俺の島で暴れたんだ。覚悟はできてんだろうな。そして、よし、覚悟。助かったぜ。うるせえ、お前のためにやったんじゃねえ。私の出番ね。もらった。ほら、
敵に回すと厄介で、味方につくと頼もしいわね。もう終わりか。Let's go。覚悟。お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。
見せたらごめんね。I'ma put the hurt on you。吸収が早いのよね。また強くなっちゃった。Damn it!助かったぜ、病。俺の島で買ってしやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、病。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。春日？ん？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ、バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でも茜さんとラニを連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについちゃもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのにそうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃうちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父言わせといていいんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。全力で俺たちを潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。覚悟。おりゃ
楽しいな。お待たせしました。頼むぜ。
やりにくいぜ。やんのかい。ズリア！調子がいいぜ。ほらよ。ありがとよ。全力で行くよ。覚悟。やっ、へい、やっ、おーりゃあっ、うわっ、あっち、きっちりな、くそ受けてみな。任せといて。行くぜ行くぜ。行くぜ。放電準備。調子が出てきたな。さて。ほら来いよ。へばってんじゃねえ。こいつで。あじ、あじ。全力で行くよ。せい、やっ、え、あっ、調子でいい。いつでもどうぞ。よし。行くぜ。みんな死ぬなよ。回復だ。
なありがとうよ楽しいなこれで終わりだ嘘ったらごめんねてくれるじゃねえか。なんとかねえか。もらった。ほら。死ぬにまで。海藻。いつでもどうぞ。あっち。超小心やろうが。かかってきな。何？来ない。ほらよありがとうよやりにくいぜ粘ってんじゃねえズリアーダッキ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 ーダ私の出番ねセイヤリ仕切り直しだほらてられっかよ覚悟おりゃこれで終わりだはあ、ガンガン行くぜ行くぜみんな
俺たちの絆見せてやる。調子がいいぜ、行くぜ。ほら、ほら、ほら、調子が出てきたな。黙らせてやる。楽しいな。任せといて。ビビってんのか。覚悟。せい。やっ。行くぜ行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。当てろ。ぶちかます。こっからだろうな。かかってきな。回復だ。これで終わりだ。こいつら痛えぞ。おら、あっつ、あっちって攻める気だ。ズガリア。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。俺もまだ若い。これが俺の。また強くなっちまった。やまい。改めて頼む。俺らに手貸してくれ。ガを通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。チッ、お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む。病、はあ、ってことだ。わかりやした。下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどね。お前がそれを言うのかよ。ったく、あんた、カスが一番つったね。お、おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまで辛かしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。アロハ。Thank you. What? You got a problem?
開きたい。やりましたか。私の出番ね。わかめです。覚悟。やっ。はい。おい。俺の番だ。ほら来いよ。何？来ない。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。よし。こうねえのか。もらった。はっ。This one's a doozy。なんでもするじゃない。次は俺だ。Let's see what you got! 何？来ない。よし。黙らせてやる！こっち来いよな！全力で行くよ！はぁ！よし！やるぜ！受けてみな！俺の番だ。受けてみな。
一点。くっそ、上がらねえ。いつでもどうぞ。もらった。おや。ほら。全力でいくよ。覚悟。うん、悪くないかも。いけるな。やりたい気分だぜ。ご苦労さん。よう一番、ちょっといいか。相談したいことがあるんだ。相談？おお、喜んで付き合うぜ。相談ってのはマリーのことでさ、こないだ話したろ。俺が無償送りにされた後、彼女は追い詰められて姿を消した。多分俺に探されたくねえんだろうけどよ。もしあいつがどっかで幸せにしてるんなら俺も嬉しい。それで彼女の友達何人かに久しぶりに連絡を取ってみたんだ。マリーがどうしてるか、何か知ってる人がいたら情報ねえかなってさ。もしかして居所が分かったのか、マリーさんの。結論から言いや、まあそうだ。まだ確かな情報ってわけじゃないんだけどな。
なら確かめねえとな。そうだろ。ああ、俺もそう思ってるんだけどよ。マリーさんと会うのが怖いのか。そうだな。うん、トミー。マリーの友達から聞いた話だよ。彼女、俺がムショに入った後相当参っててさ、勤めてた会社辞めたの俺も聞いてたんだけど、身近な友達とか知り合いとも距離取ってたらしいんだ。で、どうやらハワイからも出てったんじゃないかって噂にもなってた。そっか、だからおめえがマリーさんを探してもすぐ見つからなかったんだな。あ、けど今になってハワイのビーチでマリーを見かけたってやつがいてさ、どうやらその辺に住んでるみてえだ。遠目に見た限りじゃ元気そうにしてたらしい。それでこれからどうすんだ、トミーは。マリーが立ち直ったのは何年も時間が経って俺とのことをすっかり忘れられたからかも。だとすると俺が会いに行ったら迷惑じゃねえのかな。いや、そんなことねえだろ。おまけに俺は無所出てから病の元でろくでもねえことばっかやってたんだぜ。どの面下げてマリーに会いに行きゃいい。それにあいつにはもう新しい彼氏がいたり家庭を持ったりしてるかもしれねえんだ。トミー、こんなこと相談されても困るよな。でも俺はどうしたらいい。おめえが近づいてったらマリーさんの迷惑になるかもしれねえってことだよな。あ、それで迷ってるんだ。悪いな、お前だって立て込んでるのにこんな話。だからよ、思ったことをスパッと言ってくれ。客観的に見てどうよ。俺はマリーに会いに行ったりしてもいいのか。トミーは会わずに済ませるなんてできねえだろ。多分おめえの中では答えが出てるんだよ。いや、そんなことはねえんだ。本当に迷ってる。マリーの迷惑になるくらいなら俺は引っ込んでる。あいつの幸せが何より大事なんだからよ。だけどよ。ん？そいつ、彼女が幸せでいるかちゃんとその目で見届けてからの話なんじゃねえか。もし彼女が困っていたり助けが必要な状況だったら、それを見過ごすわけにはいかねえだろう。うん、そりゃもちろん。なんだったら俺がおめえの代わりにマリーさんの様子を見に行ったっていい。ただこのまま彼女のことをやり過ごして何年後かにおめえが後悔するようなことにはなってほしくねえ。一番お前出過ぎたことを言ったかもな。何言ってんだ、俺から頼んだことじゃねえか。ありがとな、おかげで背中を押してもらえたよ。おう、そうだよな。まだ今分かってるのはマリーらしき人がハワイにいるってことだけだ。あいつがどうしてるのか、困ったりしてねえか、とりあえずそこまでは確かめねえと。達者でやってるといいな、マリーさん。そうだな。その場合もう俺の出る幕はねえけど、あいつが幸せでいりゃそれが何よりだ。はあ、大人だな、トミーは。なんでお前が落ち込んでんだよ。いや、偉そうなこと言ってあれだけどよ、実は俺の方も煮切らなくってさ、プロポーズした子がいるんだけどよ、その後ずっと返事をしてもらえなくてよ。おいおい、そんなお前にアドバイスされた俺の身にもなれよ。やっぱそう思った。よかったら俺のアドバイスいるか。どうかな。トミーがマリーさんの幸せを見届けたら聞くとするよ。まったく、最後に締まらねえ話になっちまったな。ね、こういう時は飲んで酔っちまうに限る。だな。
らっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ん？ふん。アロハ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。おい、ん？ごめん。How's your moment?Roger that.おばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。ん？あ？ん？クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。ん？おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。
これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。ラニちゃん。アカネさん。ええ、はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。でこのガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番な。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田茜と言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう、本当に嬉しい。いや、そんな。なんか照れるな。でも茜さん、茜さんのままでいいですか。もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい。うん。そっか、なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。
そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん。私もキヨさんももう隠れ続けるのは厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今なお互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。Aloha! Thank you. ちょっと何？
あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ？ラニ、見せてあげて。え？大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙。手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあ様のものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。え？正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ。ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。そん時のブライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、
何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ。あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物でブライスが持ってるのは、おそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。
あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうより親さんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです。親父、よし降りろ、俺らもすぐ離れる。恩に切る病、極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ、俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。あ、ちょっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。お、じいちゃん。この人はね、
一番。外にいる仲間に連絡する気なんだよ。アカネさんとラニを見つけたって。は？ごめんね、みんな。私は、ずっとこいつに脅されて、逆らえずにいたの。ダメだ。なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだ。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね。荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ。それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは。俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。ドワイト。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。くそ、くっと、あら、この、おら。俺の番だな。
もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。ビビってんのか。次は俺だ。相手してあげる。いつでもいいぜ。黙らせて。全力で行くよ。覚悟。せい。せい。おりゃ。よし、やるぜ。受けてみな。行くぜ。よし。あ、ショーティングタイム。すっきりした。任せといて。はぁ、やっ、せい、せい、いか、ずりゃ、うん、よし、また成長しちゃった。また強くなっちまった。みんな、大丈夫か？気を失っちゃいるが、大丈夫だ。こっちは、ダメだった。花輪さんも、モモも、やられちまった。死んでる。なんてこった。そんな…やられました。フォンもです。ラニはパレカナに連れてかれちまってすんません。全部俺のせいです。